温泉ではございますが、大変厳しい暑さではございますが、気温がよく上がるということでございます。皆様どうぞ熱中症対策は十分に当たってください。それではいよいよ出発となります。出発は藤井慎吾取り出し場の合図で、最初に20キロコースからスタートとなります。その後続いて10キロコース、5キロコースと順番にスタートしていきます。スタート直後のコーナーとおかけ、安全出発のためにスタート者の皆様にご協力をお願いいたします。なお本日の最終到着予定時刻は3時を予定しております。本日は沿道からもお越しいただいているということでございますのでね、この砦の風景をしっかりと楽しんでいただければと思います。それでは藤井市長、それではよろしいでしょうか。20キロコースの皆さん、よーいスタート。藤井慎吾市長の号令のもと、20キロコースの皆様のスタートとなります。
これからの仙台市内ではたくさんのイベントが開催されますが、随所随所でバンドマットの皆様のこの太鼓の城で、はい、いらっしゃいませ。どうぞリンゴの試食してみてください。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。300円になります。はい、ありがとうございます。ウォーキングの皆さんはこれで全然ないよ。はい、キャベツ、はい、これでいいですか。はい、キャベツの方がいいですか。はい、キャベツの方がいいですか。イベントを取って物販物販などがございますので、はい、ありがとうございます。楽しんでください。お気をつけ、ハルカプロ、そして大阪の形、本日は無料で乗車されていることなので、ぜひ一度乗せてみたかという皆様、国土交通省の巡視船
なんかもう、はい。
Oh,
さて、大変お待たせいたしました。それではただいまより河川まつりのステージを開始いたします。まずトップバッターは富士城幼稚園の園児の皆さんによるお遊戯です。取手市立富士城幼稚園は五階段そばの富士城小学校の1階にあります。取手市でただ一つの公立の幼稚園です。5歳児24名、4歳児12名の園児たちはいつも元気いっぱいに遊び、お友達のことを思いやる優しい子供たちです。彼は国会館の時にお散歩に行き、運動公園で遊んだりしています。観光用水路ではバリア作りをして自転の中で体を動かしています。藤代幼稚園の運動会は5月に実施します。保護者の皆様、お兄ちゃんお姉ちゃん、弟と妹、おじいちゃんおばあちゃんも競技に参加して家族みんなで楽しみます。今日踊る部活を演じたユンキュとバナナの親子は運動会で踊ったものです。大勢のお客様に見ていただくことで子どもたちは大いに自信がつくことでしょう。応援をどうぞ皆様よろしくお願いいたします。それでは藤代幼稚園の園児の皆さん、よろしくお願いいたします。どうぞ拍手をお送りください。左です。